今回は弊社が使っている製品の中から片面段ボールを紹介したいと思います。段ボールという名称は原始に英語で板を意味するボードから来たボール紙を用いたことと、断面の波形が階段状に見えることから来ています。段ボールは19世紀のイギリスでシルクハットの内側のアセトリとして開発されました。これが後にアメリカでガラス製品の包装として使用されるようになり、現在に至ります。段ボールシートの原紙はライナーと中芯の2種類あり、中芯の両側にライナーを貼ったものを両面段ボールシートといい、中芯の片側だけライナーを貼ったものが片面段ボールシートです。片面段ボールシートは柔軟性があり、中芯の波に沿って折ったり丸めたりが簡単です。またハサミやカッターで好みの大きさにカットできるので、梱包する製品の大きさや形状に合わせやすいです。波形の中芯が潰れることで製品に対する衝撃を和らげるので、緩衝材としてよく使用されます。ライナーの紙質や中芯の波の高さによって強度や緩衝力を変えることができます。気泡緩衝材を貼り合わせてより緩衝力を高めたものや、ポリクロスを貼った養生用のシートなどのラミ製品もあり、必要な寸法が決まっていれば別注でカットシートの作成も承ります。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。以上、片面段ボールの紹介でした。